こんにちは、朝8時です。また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 雪が降っています。昨日はこの分だと雪もほとんど溶けるかなと思ったんですが、今日の降り方危険ですね。メジロがいたんですがすぐに飛んでいってしまいました。スズメも金木犀の餌台にやってきています。一旦止んだのでこのまま止むのかなと思ったんですが、なかなか思い通りにはいきません。今日の雪は粒が大きい感じがしますね。そんなに上空は冷え込んでいないかもしれません。またまた本格的に降ってきました。すごいですね。もう何回降ったか分かりません。軒下からスズメの声が聞こえるので窓を開けてみました。見ていてください。飛んでいきましたね。雪は降ったり止んだりしています。この小さいのはスズメの足跡、そしてこれは多分カラスの足跡だと思います。穴あき鎌倉も雪化粧できれいになりました。お昼になって青空になりました。暖かくなるんでしょうか。昨日は土が出ていたのにまた逆戻りですね。チャイニーズホーリーの葉っぱにも雪が積もっています。ウスのお尻もまた白くなってしまいましたね。あ、ヒヨドリが来ています。ジュースが空なのでメジロのつがい、みかんを食べてますね。仲良しだと思ったんですが横取りしましたね。かなり横暴です。スズメは何を加えているのか最初わからなかったんですが、トーストしたパンの耳、さっき私が外に置いたものです。スズメの学校は落石注意、給食を入れました。白石霊が何かを掘り出しています。さっきと同じトーストのパンの耳でしたね。スズメの給食は今日も大盛況です。メジロ用にオレンジ、パイナップル、リンゴのジュースも入れています。すぐにメジロのペアがやってきました。同じリンゴジュースをくっついて飲んでいて仲良しですね。ヒヨドリも今日はリンゴジュースです。この飲み方美味しそうに飲んでますね。スズメがご飯を無心に食べる姿可愛らしいですね。口のところにたくさん泡粒をつけています。この前テレビでマツコの知らない世界、美味しいトーストの焼き方をやっていました。4枚切りがおすすめだったんですが食べ応えがありすぎたので耳はスズメにあげました。あ、譲りましたね。白石霊はどうやらスズメを攻撃してますね。容赦ない攻撃です。今日はリンゴジュースが一番人気です。美味しそうにメジロも飲んでますね。ジュースの方が、経済的なんですよね。飛んでいったと思ったらばやはりヒヨドリがやってきました。魚竜に止まっているメジロです。こうやって見るとまん丸で可愛らしいですね。寒い時の方が鳥はふっくらとして可愛らしいです。またリンゴジュースにやってきました。丸尾です。気持ちよさそうに日向ぼっこをしながら爆睡しています。結局編集中にまた雪がボサボサと降ってきました。困りましたね。今日はこの辺でバイバイにゃー。